皆さんこんにちは、岩田のパパです。岩田は6歳の岩と4歳のトアとパパ、ママでマリオカートツアーを楽しむ情報をお届けしているエンジョイ系のファミリーチャンネルです。ぜひお気軽に楽しんでください。今日は、パパの検証というのをやっていきたいと思います。本日はですね、ブーメランの順位ごとの出現率を検証していきたいと思います。まずはね、人気のコインボックスと言いたいところなんですけれども、今回ランキング対象カップの東京スクランブル 3RX の、最適正の忍者変更なんですけど、走ってる順位によっては全然ブーメランが出なかったり、すごく出る時があったりと、ブーメランの出現率でかなりスコアが変わってくると思うので、今回はブーメランの、出現率の検証をしていきたいと思います。はい。ちなみにパパのカスタムは、カートが最適正のブラックパンプキン、グライダーは準適正のバナナパラフォイルです、ね、準適正、まあ、無課金の辛いところですよね。はい。一応検証の方法ですが、1位から8位まで、各順位で10回ずつアイテムボックスを取っていって、どの順位の時ブーメランが多く出現するのか検証していきたいと思います。出現率はあくまでランダムなので、絶対っていうわけではないので、参考程度に見ていただけると嬉しいです。フィーバーの確率もレベルによって変わってくるので、そこの辺もご了承いただけると嬉しいです。では行ってみましょう。はい。では1回目、こんな感じで、順位と取ったアイテムボックスの結果、下に順位と、ブーメランの出現回数を書いていきたいと思います。1回目は7位の時にブーメランが出ました。はい。では2回目、2回目は6位の時ですね。6、7と続いているので、後半の方が出やすいんでしょうか。はい。では続いて3回目、3回目は3位と5位の時ですね。今のところはまだばらついているので、わからないといった感じですね。はい。続いて4回目、4回目は5位と6位ですね。ついに5位と6位が、2回になりましたね。はい。続いて5回目、5回目は結構たくさん出てくれました。2位と3位と、また5位と6位ですね。ちょっとこの辺あたりから差が出てきましたね。続いて6回目、6回目はなんと1つも出てくれませんでした。まあ、ランダムなのでね、こういうこともあるかと思います。はい。続いて7回目、7回目は3位と6位ですね。6位が単独首位の4回になりました。続いて8回目、8回目は2位と3位と5位で、3、5、6が同率首位になりましたね。続いて9回目、9回目は6位ですね。6位が再び首位になりました。そしてラストです。ラストはようやく、フィーバーで4位が来てくれました。なぜか4位が全然出なかったですね。はい。ということで結果は1位と8位は10回の検証ではブーメランが出現しませんでした。一応検証のためたくさん走ってですね、1位は10回以上走ってるんですけど、その中で1回ブーメランフィーバーで、1回出ました。で、一応結果としては6位が一番多かったんですけれども、一応高得点を狙うには上位でゴールが必要になってくると思うので、まあ出現する3位とか、2位とかで走りつつ、CPU のコインボックスとかと絡めながら走行できると結構高得点、狙えるんじゃないかなと思いました。で、10回の検証なのでそこまでの確実性はないかと思いますけども、まあ、参考になってもらえたら嬉しいなっていう感じですかね。あと全部のデータを見て7位8位の回の時に結構巨大キノコフィーバーが出るなと思いました。カスタムはバナナパラフォイルで、スペシャルスキルがバナナプラスなんですけれども、結構巨大フィーバー出てくれて、それ結構意外でしたね。あとは4位のブーメランの出現率がなぜか今回、低かったなっていう感じですかね。まあ、10回しか検証できなかったのでたまたまの可能性もありますし、まあ、アプリのアップデートとかカスタムとかで確率は変わってくるかとは思うんですけれども、一応今回の結果はこんな感じになりましたね。はい。今回のツアーもね、残りわずかになってきました。パパは今、4位で、もう一つランクを上げられると、リーグを一つ上げられるので、最後まで頑張っていこうかなと思っています。皆さんもラストまで一緒に頑張りましょう。はい。まあ
今回の検証でね、少しでも参考になったかなって思ってくれたら、チャンネル登録、高評価などしていただけるとすごく励みになるのでよろしくお願いします。他にもマリオカートツアーの動画たくさんあるので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。はい、では以上パパの検証でした。また見てね、バイ。